映像も絡み、まあアクティングも絡み、ダンスも絡み、エアリアルも絡み、全ての要素を含むところであるこのプロローグからオープニングまでを、やらせていただいたんですけれども、このような芝居が終始続いておりまして、とてもライブエンターテインメントとしてはかなりすごいものになっているんじゃないかなというふうに思いますし、最後までクオリティアップの作業を続けたいなというふうに思ってます。今回素晴らしいキャストも揃って、すごくもう50人以上の座組になり、とても、ね、生バンドだったりとか、すごく大きなバジェットでの作品となっているので、年始に自宅で休みたいのは分かるんですけれども、すごく一番最初にイベント感覚で来ていただけると僕としてはすごく嬉しく思っていますので、皆さんどうか劇場に足を運んでいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ロガロという作品がもう10年以上という歴史ある作品で、今まで映像で叶えられてきた唯一無二の幻想的な世界観をライブエンターテインメントということで、舞台で表現できることが本当に嬉しく思っており、私自身がファンなのでとってもそれが嬉しく思っております。実際スーツが動くというのを大人になって、アクションショー以外で見られるっていうのもなかなかないことですし、今回は本当にエアリアル歌ってダンスもそうなんですけれども、ガロの世界観にはぴったりの生演奏ということでお送りできるっていうことが今回私はすごく嬉しいことだなと思っており、私は長年この役をアミルという役は長年やらせてもらってるんですけれども、新しいキャストの皆さんと、これまでのガロのファンの方よりたくさんの方に見に来てもらえるんだなと今回すごく感じているので、やっぱりガロ今までのファンの方にはこう安心して、いられる存在で頑張れるように私は頑張り、これから今回のキャストの皆さんの魅力を感じてもらって、はい、したいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ついつい長くなっちゃうんですけど、いつもありがとうございます。はい、楽しみにしてください。前回スペースゼロで神の子が目覚めるようになったんですけど、前回やりきったと思ったんですけど、意外と今回やりきってなかったなっていう、さらにちょっとモリモリにパワーアップさせちゃって、恐ろしい人数と恐ろしい、きっかけ数と映像数ということになっちゃったんですけれども、見どころはそうですね、ガロならではの映像美もそうですけれども、舞台でしかできない表現だったりも盛り込んでいるので、まず見てほしいなっていうのと、それと、あとやってない部門のエンターテインメント何かなって探すのが困難なぐらい全部盛り込んでみたので、そこら辺をすごい楽しみにしていてほしいなというふうに思うのと同時に、この舞台を見て、すごく、気持ちいい気持ちで帰っていただければいいなというふうに最終的に思ってますので、そういった皆さんの帰りに笑顔になれるように頑張って作って初日楽しみにしててください。とてもすごくキャストの力もそうですし、スタッフさんの力も皆さんの力もものすごく寄せ集めで、持ち寄りで一人一人最大のパフォーマンスをしながら一つの作品を作ってやってますので、この完成形というものをぜひ、一人でも多くの方に見ていただけたら嬉しいなというふうに思っています。年始早々来ていただき皆さんありがとうございました。ありがとうございました。